はい、と2020年日付が変わりました。12月5日でございますということで、映画祭り大成イベント、どこだったこれ、ベルギーだね、ベルギー、そう、ということで本日が水のいくつだった、コスト、あれいくつだった、まあいや、ちょっととりあえず左の感じの成績で折り返しまして、デッキは右の感じ、ちょっとね、対戦中に某先生とかと出会ったりしてさ、うん、皆さん使っておりますちょっと食欲が湧いちゃってさ、やってみたんですけどさ、これがなんか意外にさ、さっき見直してみたらさ、もっといけとるかなと、あれそんなわけじゃなかったなと思って、差し引くと、75だもんね、75の44だもんね、そんな良くないよね。そう、前回からあのランクシステムの精度が変わったから、下がり方の幅が大きくないから、ランクは当てにならんにしても、もっとなんかさ、あれこれ結構いけたんじゃねえかなと思っていろいろやったんですけど、まあ、とりあえずちょっと一斉におしゃべりいたしましょうということで、ドン。今日だってさ、先生軍団で、マイナーがオルボでさ、結構これで実はニューとか、最初ニューじゃないんじゃないかなと思ったんですけど、やりやすいよ、やりやすいよなと思って。ダメか。今日なんか人数、あれかな、ゆるがりの影響なのか、なんかマッチしにくいようななんかイメージがあったような。あれ、私もうちょいなんかこれいけるんかなと思ったけど、そうでもなかったんかな。好きなんだよね、この手のがさ、4枠、5枠を何にしようかさ、いろいろやってたんですけどさ、なかなかあれだな、いや、もうちょいいけたかなと思ったけど、あれ、あの人しか打てるな、あ、いいや、とりあえず、普通にいけば、でもまああれだろうね、絶対アテナ使った方がいいと思うわ、こっちアテナがないもんね、こういう風だったんですよ、ずーっとこっちばっかやってましたよ、私は残ってかんて、私は残ってかんて、これは私は残ってかんて、おらんか、どんなもの3000でエトナさんは守りたいね、できればね、相手をおじくったでもバイヤー出てくるだろうな、まあでもエトナさん使うべきだと思う、これ火が入っとっても、今日に関してはほっと思う、そう、そう、言ってください先生、本当は私が竜の方をたげった方が良かったんで、そうすると意思表示がさ出せるからさ、あの竜を潰した後にエトナさんを打ちたいんだよね、分かるんですよ、分かるんですよ、だからそれのサポートしたいんですよ、でもあれだもんな、あの中国マンじゃないけど、マンではないけど、あれ50%買うやつね、あれもよろしくないやつだもんね、よろしくないやつだもんね、ねえ、もうちょいあれかなと思ったんですけどね、今日本当にさ、ちょっとコストがさ、普段の水じゃないけどさ、重くなったというか、エトナさんの影響もあるんかな、微妙になんか早くてさ、5枠をうまーく小町動かすのが、どれ並べあれかなーって。エトナさん抜きで動かすのが難しいんですよね、あれなかなか。なんですよ、ちょっと待ってよ。帰るか、どっちみち。帰るわな、まあな。あれ中国マンじゃないけどな、あと水越しパチビビめどくせえな、あれ七夕ピューもあれ王者の風格であれ紳士だ、ちょっと待ってよ、蘇生してからあれかの方が良かったかな、でも入っとるもんだ今な、いや今思った、どっちでもあれかなって、先生何も言わなかったかな、いや私思ったんですよ、うん、守れた、ここなんとかあれだった、で合わせる、あの蘇生されるのは分かったけど、かすった体力で、ね、起きてまわんと、
フルパワーで起きないってめんどくさいな、うん、それぐらいだったらまだよくはないけど、これで有効さんまで来たんか。あ、そうかそうかそうか。感想ずいぶんあれだな、ちょっと私の勝手が違ってきたな、これな。パタ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 倒れる展開かと思ったけど、意外になんかあれだったな、ボッタレかなと思ってたけど、そんでそっちもおるんだもんな。はい、それは全体攻撃ありがとうございますということで、はい、あそこまで届くか、あれだな、ゴス余裕だな、水慣れだね、なんとかあれだね、 あそこまではなんとか、あれ助かった助かった、あのあれあれ本当助かった、アグリメント、インディフェンス、インシデント、あのあれなんだ、水着のやつ、水着のやつ、水着のやつ、あ、ま水着のことばっかり言っとんのよ、前あれ助かった、ほんとマジで、あのパースアップは、あのそうだな、 100% 蘇生もらわなければな、とりあえず、私はこれで何にもお荷物なんで、ここはベルサイユ恐ろしいのがあるな、いいですか、なあこれでかいな、 100% 蘇生からあれか、ヒルコ、ヒルコ何パーだった、 200% だったか、でかいなこれは、全体小鉢の全体どうだろう、どんなもんあれ、ヒルコの体力1万5000円ぐらいになるでしょう多分、ありがとうございました。ということで、これあれだね、ヒルコとあのあれか、かなりの体力が高かったりだな、ありがとうございました先生、ありがとうございましたということで、ということでこれ意外とあのありがとうございましたなんですけど、そんななんかいいあれじゃないですよね、勝ててないですよね、もうちょっとあれかなと思ったんですけど、とりあえずちょっと軽く、ね、下から行こうか、下からの方が多分打策が乗っとるで、うん、いやどうにかしてなんか 最終の 100% カットじゃないけど動かせんかなと思って作っただけで、セルフ蘇生するのはやっぱりあれだわ、あの火力なさすぎて弱い、味方に頼らなあかんっていうとか、初手もあのこれはよろしくない、うん、と思う。でこれも無理やりね入れたんですよ、どうにかしてなんか5枠の小鉢5ターンかで、4枠の小町5ターンかで、5枠の7ターンか、あれ動かんかなって、どんな感じで、あのエツナさんなしでどういう構成だったら組めんかなって無理やり入れてみたんですけど、適当にとりあえず体力高そうなとか余ったコスト的にポコポコはめて、微妙だねこれはね、ただ増えただけでちょっと60の使い方もったいだよね。でこんな感じもやってみたんですよ、今日やっぱあれだね、エツナさんもおるし全体的にちょっと早いで、ちょっと4枠の5ターンちょっと横着っぽいかなって、安定して動かすのがエツナさん使った方が絶対いいと思う、向こうエツナさん使ったんですけど、うん、これも組んだだけで結局風限定だもんで、どうしても私の手持ちで言うとエツナさんないと初手があそこら辺の選択肢になっちゃうかな、コスト的に言うと、もう後ろの4と5は固定なんですよ、小町がまあせいぜいあれだね、ウーマに変わってコスト3下がるぐらいだけど、で組んでいくとこんな感じになってちょっとかなというところで、うん、これも別にコスト余ったんで3枠に体力高そうなやつポコッと入れてみたんですけど、相手風変されたと思うんだもんね、だったら風対策した方がいいよなとかですね、これはこれはやってない組んだだけで、まあおそらく風変の可能性が高いからあんまり機能しんかなと思って、うん、これも一緒どうかなと思って、5000ぐらいの体力あったらどうかな、だけど水でおるとやっぱあかんね、うん、色変わってっていうとこだから、ここはあれだろうね、本当は色変でお蚕とか使った方が一番残る可能性は高いよね、風にして5000だから、うん、相手のなんか風アップとかさ、あのゴローとかそこら辺がおらんかったらっていう前提ですけど、うん、ニオタウロスも入れてみました、これ、まあ、全体がうまくつながれあれだけど、
ちょっとそこまであれだな。私は難しい、これ使い方は。まあ、こんなん動いたらそれは勝てるわ。いや、動けばね。動けばですよ。動けばですよ。3枠はまあ動いたにしても、4枠は怪しいわ、この並びは。みかんまで並べると怪しい、これは。うん、じゃ動けばね、これ。そんなもこんなも動けあれだって。これが動かすのが難しいもんで、まあ、これは理想形。こんなも無理。そう断定して動くわけじゃない。ほじくられる。で、まあこれ最後どうかなって、とりあえず京子先生とか入れてみたんですけど、やっぱ蘇生かなっていうふうにこれになったんですけど、そう、これ。某先生のデッキとほぼ似とるんですけど、いや、見たからあれですよ。面白そうなことやっとるなと思って。さっと私、これ、タイプ10使えないんじゃないかなと思って、これ、リーダーだと確か2万ぐらい。ウーマンと同じぐらいの確か耐久あるんですよ。で、今回、備補正の11王かを引き継いだら、そこそこいけんかなと思ったんですけど、やっぱここら辺のとこも火力バンバン出てくる場で耐えきらん。蘇生の方が多分いいわ、素直に。それか1ターン我慢して5ターンのあれだね、あの全体攻撃入れるか。蘇生の方がいいと思う。完全に受け切れるわけじゃないもん、これが。あの味方1人か2人残せるぐらいって、こう全滅させられる機会が結構多いから、あんまり機能しなかったね。いける時もあるけど、難しいですね。これもそうそう、こんな感じでちょっとコストさえ下げて、オバキューにしてやれば最後リチャード入れれてが、まあでもこれはですね、完全に味方の蘇生倒れだから遅延という可能性もあるから、連続で繋いだ方がいいから、やっぱ蘇生の方がいいかなって。これだと間が空いちゃうから、すぐ連続攻撃与えれるないんですけどね。4ターンでそのまま、あいにく1ターンあるもんで、どっかで間延びしちゃうなかんと、それに期待するともなかなかということで、まあ組んだだけ別に。これは先落ち構成じゃないけど、あ、違う、これ違う、某先生のやつだ。まあ性格的にあれだな、確かに現れてるなって、初手からまあ落としていって、ただ勝負になるところ、いやでもこれで勝ち上がっておくとあれなんですよ、私の多分やり方が悪いと思うんですけど、3枠で要は初手の残りでさ、あのメルコがおるかどうかが結構勝負なんですよね。それがおらんときついんだよね。やってみたいですよ、結構数回やってみたいですよ。私にはちょっと難しい。でも勝っとるから私の腕が悪いんだろうなということで、いや耐えんかなどうかなって組んでみますけど、嘘は、まあ、耐えるってあれじゃないね、普通に打たれる、どっちみちあれだね。あ、こんな火力あるやつ残しといて感じで、ちょっと違うな、ちょっと難しい。これじゃあ4枠動かすのが、これがまあまああれかな、やっぱ4枠3枠あれかな、やりやすさで言うと5回子じゃないかな。風変異して5000は素直に体力高いし、2枠は完全あれですよ、あの壁用に入れとるだけでスキル発動とか全く考えてない。これがまああれかな、ちょっとほじくられる瞬間もあるけど、これ組んだだけ、ただとりあえず余ったコストで、なんか他のね、代替品じゃないけど、ないかなってやったんですけど、別にエヴァンジェそこに置かんでもいいよね、多分この人何やっとったんですよ、みんなもっとなるね。これが一番良かった。こいつが地味に動く。一応風 66% だから、まあ、これで何ていうの、風変の御勢じゃないけどさ、やめてくださいみたいな感じで、なるから、風変、そうだね、相手が風スーツを打った方が、で体力5900は火が入っとっても、ある程度これが一番あれかな、機能するかな、私の中ではかなというところですけど、まあ、せっかく面白いのでもうこのままいきますわ。もっといけとるかなと思ったんですけどね、これがね。まあ、とりあえず行きましょうということで、お話もね、14分ぐらいかも、それで行きましょうということで。ランクと、それから、レートか、勝率、なんか相関関係があんまなんかないよなって。いけとるなと思ったら、めっちゃ買っとるな。めっちゃ買っとるな。ダンベーバー合っとるから、デッキは知っとんすよ。分かっとんすよ。最後、まあでもあれだよな、100% カット券入れるよな、素直に。あ、デッキ分かっとるからあれなんですよ。何遍見とるかな、分かっとる。これは分かっとる。なかなか火力あれだな、こっち。最大火力はどんなもんぐらい、これ。4000ぐらいとか。1の4000ぐらい、イベ補正入ってる。あそこなんとか届いたんだな。ただその代わりあれだな、次のあのメルコ軍団あれだな。1、1、パー、ウェッ。
これどんなもんなんだろう、あれ入ったら、マイナー2発入ったらどうだろう。キルア君とアテナか、どれぐらいなんだ。2発入っとるもんね。あ、キルア君のがあれなんだ、アテナ方のがあれなんだ、ダメージ的にそんな、あ、なんだ、あ、そういうことか。ほう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 。まあでも筋から行けばマイナー使ったらあれだろうね、マイナーか FX かだろうね、2枠に関しては。さあ結構これ面白い人は、私もっとなんかさ、すごい風取るかなと思って、お、これいいんじゃねえ、いいんじゃねえと思ったんだけど、勝率だけ見てみるとそんなあれだよね、そんなあれだよな。で別にレートだって軌道から見てそんな、なんていうんだろう、上がっとるわけじゃないから、貯金できとるってわけじゃないもんで、なあ。これ間延びするとあれだよ、もう完全その展開になっちゃうよ。まあだからそういう風に組んじゃったんだけどね。最終はでもあれだよね、リーダーっていうこととかに固執しんかったら、あのあいつオーボットとかさ、それからコスオーボットがコスト25かで、もう10高いのがパンドラか35かを使っても、まあありはありだよね。あれごめんなさい、すいません、これ本当今日やったんですよ。いや、マジベジマジベジ、ようやっとる今日本当に。この構成やって一人だといいんですけどさ、同じなんていうのカバーがさ2体とか3体あるとさ、分かるでしょう、分かるでしょう、今の宮城には分かるでしょう、そういうことなんですよ。ほったここであんまり蘇生を使わせたくないんですよ、リーダーの枠としてさ、そこなんですよ、ね、そこなんですよね。そうやって言っとるともう完全にあれだな、あのカット系は最後出てくるよな。でほったこれ今日あれだよね、マイナーゴールせいか、特にウェホセキートでウーマンとかちょっと行ったり出てくるだけでもう間延びしちゃうもんね。で結構この構成じゃないけどウーマンとか使う人が増えてきたんかな、朝とか昼とか少なかったんかな、確か割と自分だけそのデッキの方があると私はやりやすいかな、結構実は。これはもう完全にあれだぞ、相手の術中にハマっとるぞこれで、かなり手を起こされるぞこれは全部。完全に起こされるぞこれは。もう後ろに何が潜んでるか私知っとったで。使ってくるわな、もう届くと思ったらな。もう最悪のシナリオ展開だなこれ本当に。なあ。あれだな、残数探っとるな。少しでも取り巻きを減らそうとしてるな多分。全体がないっていうのも辛いところに相手の全体が出てきたなんて、こっちまでだろう。なあ。これで次のターンで持ってかれるもんな。そこだよな。そう、
そう、それが出てくるんですよ。分かっとんすよ、分かっとんすよ、それはもう分かっとんすよ、うん、分かっとんすよ。大本だとあれだもんね、みんなを巻き込めるからでかいことはでかいよね。まこちゃんだとリーダーだけだからさ、そこはあるだろうな、あれ。で、今日だと割と何コスト下げるから、そういうデッキは組みやすいもんね。ありがとうございましたということで。えらい稼いどるとこ見るとあれだな、あっちの方が良かったんだな、多分な。ありがとうございましたということで。まあ、とりあえずこのまま行けさ。見事に持ってかれたな。ちょっと待ってください。まあ、このまま行くわ。21分でしょう。とりあえず行きましょう、ドンということで。もうちょいいけるかなと思ったんだけどな。あ、そうか、これさっきので別にあれなんだ、私負けてで勝ってもプラスとあれは変わらんのか。あ、そういうことか。ランクはちょっと当てにならんな、これな。ごっつり稼いどるもんな、これ。無理やりでもあれか、私もそのせいで滑った方が良かったかな。今更言っても、まあ行きましょうということで。じゃあこれ私あれなんですよ、ディップとリンス確か昨日紙に書いたもん。私なるべくね、あのこれをね、言えるだけ言えるようにして、言うようにしてますよ。先落ち構成に近いってや近いよ。ちょっと待って、これそうだでしょ。うさどっちかとそうだもんね。耐久枠っていう使い方じゃないもんね、あれ。落とされるもんね、火力あるで狙われるで。うさとメルコどっち狙うって言ったら、うさ狙うよな、とりあえずは。いけるんだったら。そこだよな。意外になんかこれあれだったんかな。なんか音ひゅーんってなったよ。インクレッ、あの数が一緒とか迷ったらもうとりあえず左殴っといた方が早いね。いや本当に、うん、もう。もうこの展開だったらとりあえずあれだもんね、一旦は持ってっちゃうもんね。これでどう思います？これどっちがいいだろう。ちょっと待ってよ、押しとくわ。わかんねえで。わからんわからんわからん。いつも今まで失敗しとるもんでさ、とりあえず押しとくわ。わかんねえで。フォームかかっとる人は、整理はまだあの左でいいにしても。正解だったな。正解だったな。なんとか。これで、ちょっと待ってよ。高山先生、なんであんなとこに呼んだの、そったれが。ちょっと待ってよ。あ、嘘つきか。お前みたいなやつだな。なんであんなとこに高山先生おるんだ、あれ。ビクビクしなあかんがや。あれを。敵からしたらでもさ、あの一番左がさ、先落ち構成しとったら多分美味しいだろうね、絶対に。だよね、って思うよね、うん、こっちの方があれか、うん、黙っちゃったけどさ、右の方は4444だね。まああれだもんな。これでちょっと待てよ。22でしょ。あれはもう最後分かったんだわ。
すごいところやで、ね、今日そういえば一回あったけどさ、所定があるんだけどさ、それを守れてさ、わかるでしょ、60% カットか、あれが発動できたとか、そんなんもあれですけど、ここで私らは火力ないとここうやっていとこうか、とりあえずどっちにち次はあれだもんな、100パー勝負だもんな。あれいざ私さ、ずっと今まで何まこちゃんとか結構使う側の立場でしたが、使われる側の立場になるとあれめんどくさいね、マジでで、うん、思うわ。もう思ったら無理だもんね、発動されたらあれは。うん、とりあえずあれの権利だけなくなればいいかなというところで、こうなのかな。とりあえずは、どっちみちもう発動されるで、あれは。これで、よし、いいよな、いいよな、うん、どうだ、ありがとうございましたということで、なんとかあれだったね、なんとかあれだったね、そんなことあります、ありがとうございました、うん、ありがとうございました。あんまり勝率すると良くないので、ありがとうございましたって好きなんですけどね、これずーっとこっちばっかやってましたよ。とりあえず28か、これもう1試合行って向こう行きましょうか。とりあえずランクではレード的にそんな変わってないから、多分勝率的に多分そんな上昇してないんだろうなと思ったんですよね、はい、行きましょう。ドン、あ、音どうだろう、これちょっとプチ、あ、今そう言い出したなったな。寒いけどさ、一回再起動して扇風機弱くさ、パソコンの裏から回しとるんですよ寒いっすよこれ。あんまやりたくないのがさ、音が入るんですよ、微妙に微妙にね。ゲームの音とかあるといいんですけど、私の声とかあるといいんですけど、何もない時になるとちょっと微妙にさーってマイクがね拾っちゃうんですよね。いいで、何いいでって。さて、ランス勝負しなあかんのか。ナンパだった。角材のね、私これ5凸なんですけど、向こうも5凸なんですよ。ちょっとエクセとか逃すとね、逃すんですよ、確か。70% はダメなんですよ。あ、4900いけた。いけん時あるんですよ。だからあんま打ちたくないんですよ、あれ。マジで。そこなんですよ。私先に打った方がいいだろう。ニュー押さなあかんで。ああいう時さっきあれだもんね、先生 FX あれ分かっとったもんね、お前に言われるなって、打ちたいもんでさ。私向こうね FX 初手に使ったんですよ。いいか悪いか分からんすけど、いろいろやってみた結果、私の反対検証スキルがどうのこうよりさ、4ターンの小町が動けばいいっすよ。とりあえず4ターンの小町がある程度安定して動くんだったら、5ターンの7ターンスキル100% カット系もまあ動くんじゃないのみたいな、うん、結構安易な考え。こうメルコも地味に残すとあれなんでね、エスナさんするでめんどくさいんでね、あれ結構その場面見とるから、お互いに自チーム毎日もそれ見とるんですよ。ベルコだけだな、あれそうそう、あれなんすよ、あれめんどくさいんすよ。あれでアテナとエテナさんがさ動き封じられちゃうからさ、2人使ってくれたらラッキーだったけど、まあ使うわな。
これで、これもあれだろう、あかんな、落とすんか、動かすんか、このクソタレが。期待できるか、期待したくなるけど、しゃあねえよな、メルク起こしちゃうな。これがあれなんですよね、オチオチ構成の肝ですよね。初手にメルコがおること、メルコを守れるかどうか、ね、それをやられると限りなく近にあの勝ちに近づくよね。あ、やった方がね。うん、ラストナイトって言ってね。そこなんですよね。やっぱ好きだな私この手のやつね。パズルの組み合わせじゃないけどさ、このコスト足りんから、あこの耐久入れれんでどうしよう、妥協して蘇生か、あ全体覚醒使うかどうかって言われたもんね。これだ、すごいとこにおるな。これがもうあれだね、魔物だね本当に。通常感のとこにあれだよな。な、2枠だよ。それもこっち色変えれんし、ね、すぐ割れてな。見事だわ、ほんとに。黙ってるやつ使ってくれんかなって、あまり考え無理だな。高山先生も微妙にあれだね、見張っとるね。お前らあれだぞ、風に変えたら止めるぞって。ここワンチャンあれだもんな。ワンチャンあれだ。なんでちーちゃん出てくんだ、あれ。裏がおると思ったから、なんか。え、そういうこと？そういうことかな。それでちーちゃん恐ろしいな、恐ろしいなこれ。これメルコだったでしょ、だったか。2枠あれだね、七夕のな、水のウーマンバージョンみたいでしょ。3枠ちーちゃんでしょ。次何が来るんだこれ。どうなん次。え、コマチ来るんだ。ってことは次何、カット系とか来るのこれ。まあいいや、こっち行っとこう。これ何来るの次。なんだこれ。なんだこの展開。ちょっと待てよこれ。なんだこれ。最後見てえな。あんで、でもあれだよね、入れれるよね最後。蘇生か 100% カット系か。見たかったな。ありがとうございましたということで。なんだあれ。笑うしかないな。ありがとうございました。もっとなんかいけとるかな、でもさ、これ6割じゃん、なんか。まあいいわ、面白かったんで。ということで、例によってアカウントを変えていくことでございます。ちょっとお手洗いの方も行きたくなりましたので、はい、ということでチェンジ。はい、ということで例によってアカウントの方を変えてきたでございますけど、さっきのちんちゃん構成結構理にかなったんじゃない、ちょっとあれ意外にいいんじゃないあれなんか。ということで、左の感じの成績を折り返しまして、デッキ、まあ右のような感じじゃないかな。でちょっとこっちやってる回数少ないですけど、向こうばっかり熱中になっちゃって、ほかりっぱなしなんですけど、ね、差し引くと14の10、まあ普通だね。まあとりあえず行きましょう。ちょっとこれ機能するかどうかわからんです。とりあえず行きましょうってことで、初手エトナーさんを置いたのは全く意味ないです。壁役です。スキル発動とか全く持ってないです。耐えて動くなんてこれっぽっちも考えてないです。2枠のあれも11号かもうこれっぽっちも考えてないです。3枠はバーあれだね、風変して耐久ぐらいじゃないけど、要はさっきの方のさ、ちっちゃい構成とかじゃなくてさ、とりあえず4枠のボタンをなんとかして、どうにかさ、どんな風でもいいから動かせんかなーっていうので、こんな風になった。うん、
まあでもあれだな、ウサとか入れとる構成で、あね、何遍でも最後のあの大ボット発動されとるんだから、そんなにあれかな、神経質だらでもよかったのかな。完全に壁役にしたんですかね、これ本当に全く意味ないですよ。一応あやっぱ合わせるわな。ワンワンは一応確かね、乱数だったと思ったかな、確定ではなかったはず。うん、素や十分、私が打てんかったとかなんか知らないわ、あれ他にないでって言い訳しとく。うん、ターゲット別にいいですよ、こっちっつってもよくはないけど、どっちにしろ狙われる羽目にはなるからね、絶対に。ほんで耐久枠でいったらどうなるかなーって。やっぱみんなあれだな狙ってくるなどうしてもまあしゃあないけどな、それは。ほじくられたらほじくられたで、仕込んどると終われるもんね、それはね。全体2回もらえるもんね、とりあえずね。で向こうあれだもんな、かかるもんな、でも帰るわな、あの 50% が余分だけどな。綺麗にほじくられたね。それはそれでまあ一応いいかなっていう、あの負け惜しみ言っとくわ。あれが5番のラッキーだな。うん、あれはラッキーだな。京子先生と残事地味にめんどくさいもんね。うん、あれめんどくさい本当。そこまではさすがに届かなかったか。なんだこれ。蘇生チャンスがとりあえずあれんすよね、言い訳として。支援さえおらんかったら、藤子さんとかあの辺りが出てこんかったら、そこらへんなんすよね。ホタルのありがとう。結構最後あれだね、ホタルンとバトラーか、あそこら辺あれだよね、それあれだね、回復してくるわな。助けられたホタルン、ありがとうございます。ただここは、まあ、使うしかないな、これはな。うん、しゃあないしゃあない。はい、ここでエヴァンジェが味方におるなんて、そのね都合のいいこと言っとって構わない。まあ幽霊一体すったと前向きに考えて、どっちにしろも勝負ここだもんな。うん、ホタルにマジあれだな、ありがとうございました。めっちゃ助けられたなこれ。まこちゃんはでも本当難しさあるよ、多分皆さん分かると思いますねこれね。ありがとうございました、めっちゃ助けられたな。あ、何、まこちゃんをさ使う方じゃなくてさ、あのまこちゃんを攻める側の方も、なんか攻める側って言うと また変なこと言うんだよ、だよね。ということで、あ、こっち最後に喋りましょうか。うん、とりあえず面白かったで、向こうばっかりあったんで取り付けましょう。だってこれさ、向こうもさエドナさんあるとさ絶対似たような構成になりますよ。
やろうとすることは。エトノさん使った方が今はほじくられましたけど、耐久は作りやすいかなと思った。朝の段階ではね、これ昼からやってないで全くわからんですよね。本当ならあれだよね、1、2億はどう考えても逆だろうね。普通にケアでもっといいあれだろうね、3枠を初手に出してもいいよね、ちゃんとスキル発動させるんだったら。さあ、私はとりあえず耐久ってこと考えて、いやお前さっきほじくられて何も発動できなかったかお前そういうのは抜きにして手を持っとんすよ。打てるのは明らかにいないんですけどね、ここはね、うん、みんなやっぱ来るわな。なんであの人はそこにあんなもん置いとんだろうと思っとだろうね、多分ね、うん、絶対思っとだろうね。今さ、向こうのデッキと勘違いしてさ、これニューだと思ってさあれなんでこんなやつ出てくんだと思って、あれスキルボタン押せんがと思って混同しとるね、完全にもう。もうあのデッキがなんか頭の中定着しちゃったところでさ、ねえ、これであれか、あ、ちょっと待って、これさ、結構私なんか似たような風に見えちゃうんですよ。いや、材木と宿泊施設だけどさ、病気かな、もうなんか。そう、ああやって耐久で使えたらいいかなって勝手に思ったんですよね。そう、なるべくこうやってセリフじゃないけどさ、うん、少しずつでもさ、待合室とかでもそうだもんね、皆さんいろいろあるけどさ、コメントとかができる風になるとあれだな、いいんだろうね。なかなかあれだな、ほじくられるな全然安定して発動してないじゃん。いや、一人一個ずつ下げしてくれんすよあのね、みんな寄せたかって下げしんかったらいいんですけどね、一人一個ずつでいいんですよ、そこなんですよ、とりあえず。こうか、全体かかっとるな。絶対思っとるだろうな、なんで初手に置いとるんだろうな、多分思っとるだろうね。意外とあれ、嘘は耐えたりしてね、やりにくさはあるはずなんですよ。だからスキルを使うって考えても、完全耐久用っていう風にしとんですよね。完全ほじくられたな。あ、そういうことか。これで耐久的にどんなもんなんだろう、京子先生かかって。色は何段の色何段の色は何段の色は何段の色は押すしかねえよな。何段の色は知恵もおるしやるな先生やるなあれ。あ、でもそうだよな、ありだよな。自分はさ耐えるけどさ、あれありだな、あれありだな、もう気づくの遅いよな。そうだね、自分耐久出せてあれだもんね、打てるもんね。みんなでもほんとあれだな、いろいろ考えるよな、見とるのほんと面白いよね、青のこれ。そこがあれだな、よかったね、これ答えが1と2じゃなくてスペル見とるから、そこの判断しに来て
concession. とりあえずそこまでは落としたいんだけど、絶対復活してくるもんな。残しすぎた、残しすぎたってか、そこに手が届かんかったからな。ありがとうございましたということで、そうだな、みんなでもほんといろいろあるで、考える考えるでやるよな、ダーボールは。ありがとうございましたということで、まあ、このまま行きましょう、どうぞどうぞ。とりあえず行きましょう、ドンということで。さあ、ほじるわな。あんなものおったら、書店におったら。一人一個ずつ食べたらいいけど、殴ってって言ってるようなもんか。全部スキルターン無視しておいたらよね。俺一ぐらいだよね、せいぜい発動できるところが。全然一回も発動できてないじゃん、あなた。倒せるとかおまけにおらんしな。そうな。倒せるとかおらんな。そうどういう使い方しようだった。でも朝いろいろねやってみた結果これじゃないかなって、まあこんな結果はまれですよ。別にこれを発動狙っておいてるわけじゃないですよ。水の効果力しかまともに打てるとかないですよね。あれまあね、こうだもんだよね。そう、儲けもありますけどね、これはね、確かに。そう考えると2枠に置いた方がいいか。普通に発動させた方がいいか。変えて別にあれじゃないか。だって水50パーあるよね。風の方がいいんじゃないか、これ。ダメージ与えるってことに関しては耐久だって別にあれだもんね。あれだってあれだもんな、水の50%さっきの食らうもんね。あれだとで、どうなってんだ今。まあこれあくまであれだね、あの別にあれですよ、これ1ターン耐えたらこうやってスキルが発動できるかっていう考えで入れてるわけじゃないんですよ。完全耐久ですよって言ってる。耐久表示って動いてないが、お前の耐久嘘ばっかり言ってるから。いやだって朝はこんな感じで良かったかなと思って、そしたら向こう側ちょっと面白くなったもんでさ、こっちはエトナさん専用にしといてさ、いや向こうないもんでさ、でエトナさんがないやつを向こうでやるといいかななんて思っちゃったりしたんですよ。建設しなかんね。あなたの頭も建設した方がいいんじゃない。なんか絶対みんなバカだと思ったのに、思ったのに。あれもう完全に逆じゃないのか。なんであんなとこ使ったの。あの人スキル打つ気ゼロだもんね、完全にね。今ピュッてなった時にさ、スッて左の魔女にタケ変えれんかなってやったんですけど、直前にスッて変えたいんですよね、あれね。でもあんまりさ、これ直前すぎるとさ、タケがなんかピコーンって戻るもんね。あれやめてほしいんだよな。そう、あっちにもピコーンってやってきたなんか滑舌悪いね、痛かったんですよね。まあこれはちょっとできすぎだろ。あ、後で最後に食べます。1個あった。この勝ち方じゃないけどさ、ちょっと分かったところがある。すごいなんかインチキなんですよね。
An event in which people try to win together prize. Contest. Context. Conference. Leisure.止まったら分かるでしょう。 X があるかないかでさ、コンテストとか、ああそうか、あそうかそうかそうかみたいな。ここは1回あれでも良かったとこがあるけど、そういうとこはなんか別に、うん、もちもち覚えてね、行ってってもいいかなっていうところだね。これ、トッキーの存在はでもさっきあれだね、ここで欲しかったところだね。でかいはでかいよな。そう、その火力で思い出したんですよ。これで、あとあれか。ガンダマゾンの。味方の残数どんなんかなと思って。見たいかなと思ったけど。コマチはあれだもんな。折ったって弱く見る人結構多いから、判断できんもんね。これで向こう全体かかっとって。A small story usually about animals and it is intended to teach a lesson. Tale, fable, descendant, digestion. よかったね、これ。あの、テールが並んでなくて。火力があるでよかったけど、全体攻撃一発ぐらいのところでよかったけど。さすがにそこはあれだな。ウォードバンダーとかが打てんでな。こっち行こうだったら。かぶせ方があれだろう。ウォードマンを。これでも見るとどれがあれだ。ウォードマンそんな体力多くないもんね。エヴァンジェンも多分多いよな。竹島呼ぶんだけどな。ありがとうございましたということで。あなたあの突然会になったのに負け取るじゃないですかということで、ありがとうございましたということで、まあ、このまま行きましょう。なんかちょっとあれでしょ、あなた前と後ろ変えた方がいいかなと思い出したりする。ちょっとそんなこと持てない、ちょっと持てない、まあ、このまま行きましょうと思います。完全にあれなんですよね。あ、先生いっぱいある。四爆より考えとるんですよね、私まで。まあ、変だ、できて覚えたらそれ前だけど。ただ、ちょっと夜は向こうの間に、先落ち構成じゃないけど、やっとるときは、ちょっとこっちのこの構成、夜やってどうなのかなーっていうのはちょっと思いましたね。ちょっとね。こんな感じで吸えたらいいかなって勝手にね、うん、絶対変だなと思っとるだろうね。こんな、なんでそんなとこに書店使っとるだろうね。絶対思っとるでしょ、ね、そうだ、ニューじゃねえんだここは、うん、一緒にリュウだと思って、スキル、ほんとスキルをここで押しそうになる。もう、ああいうか、体が向こうの電気になるとって感じ、完全に。こっちに使いになるじゃないですか。それはまあ、みんな狙ってくるわな、確かにな。な。コース。エトナさんは本当あれなんだよね、風にするより水の方がやりやすいんですけどね。風かいちゃったけどさ、あれはおるけど、もう打っちゃったら悪いかなと思って、勝手にで、あーなんか1個遅延がおるで、遅延が1個おるで。
これ、あれこれしかないじゃん。え、これ角がないやつね、あるかなと思ってずっと探してたんだけど、シェーバーダンとかあるか、そこは逃れたか。1枠の2枠は完全あるかな、そこは食べ過ぎたかな。どっちみちゃんの3人残るもんね、とりあえずは。あれ使わなかったんか。一緒か、結果は一緒か、結果は一緒か、どっちみちゃんあれだったんだな、使わなかったんだな。ソテーがある、あのあれだねあいつあれだな、イハトが、イハトがずっと睨んどるな、あれ先生、イハトが睨んでますよ、先生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 、イハトがずっと睨んでますよ、先生。スキルをしてもいいかななんて思っちゃったりしちゃったりしますけど、私が逆に押さん方が良かったかな、こういう時って分からんくなるで、ね、多分これ私気持ち分かるんですよ、あれ押しちゃうとさ、私のカウント分からんんですよ、あれあれ、そうなんですよ、本当思ったんですよ、だから優しくないよ、逆に。押さない方がいいかなって逆に思ったんですけど、ね、次のあれだろうね、あの ズースがさ発できるからだろ、さて、唯一あれだな、体力あるのズースだけだもんな、他はそんな体力ないよな。さて、さて、さてだな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 、ありがとうございましたということで、まあ、あれか、あ、1時になってたか、前後変えようかなと、ありがとうございましたということで、まあ綺麗に星くらいだね前後変えて次やるかなと、終わっちゃったね、まあ舐めすぎ、舐めすぎじゃないけどさ、最強的にいいと思ったんですけど、これで18の11になった、まあそうだろうな、そんな風になってくだろうなということで、朝とかね、朝とかって朝なんですけど、まあ、こんな感じであれかなと思ったんですけど、まあいいや、これで、しゃあないかなということで、これ入れるのが一番耐久的に良かったんじゃないかなってやったのが、ちょっと難しいね、これでも、あの削られるとあかん、削られたら全部あかんわね、そこはあかんわね、3枠のみかんは完全耐久じゃないから、あれもうちょい書いてもいいよな、だってこれでコスト、ここは10避けます、あ、その前に先に言っとこう、言いかけたこと、こっちちょっとごめんなさい、ウサ弱いんで、一応貫突だと思ってください、ウサないのか、あれこっちないんか、これ貫突だと思ってください、貫突の数字だと思ってください、これどういう風だったかな、なんとなくね気づいたので、どうだったかな、ちょっと待ってくださいね、2番ってどっちだったかな、ちょっと待ってくださいね、これだったかな、んで、ほんで3番って言われてくださいね、あいつあいつパンチ、パンチして、あれ溢れるわ、
あ、違った、これメルコだ。ごめんなさい、ハマるわけねえよ。こんなデッキあったらお前あれだろ、コスト一人でコストオーバーだから。で、うーん、で、ちょっと待ってよ。こうだったかな、ぴったりでしょ。これのデッキさ、1対1でやったら結構めんどくさいと思いません？所詮まだ耐えるでしょう。で、これアテナ以外打てんよね。アテナとかあいつ以外打てんよね。ウサとか以外は結構きついよね。で、200の場合は何をまだみんな使うであるか。で、3枠あれだね、抜いていっちゃうよね。田島なら大体2回攻撃しちゃう大体。で、4枠のとこあれ自分でこれデッキ使ってみたんですけど、で、あのパーセン上がるとあれ普通に何ゴスとか粉砕していけるんですよ。で、ね、あれぐらいになると全体攻撃とかもらっちゃうしますが、そうするともう完全ゴスとか2体打っても本当粉砕していくんですよ。で、最後あれがね、遅延がタイミングが合うんですよ、蘇生とか。これ1対1やったら結構めんどくさいと思いません？最後蘇生入れやいいがとかいう話は抜きにして、多分こういうのさ、1対1用のデッキじゃないけどさ、私の右のデッキだと1対1はまあその初手と2枠が耐えるから意外にいいかっていうところあるかもしれないですけど、明らかにサポートとかで組んだデッキとさ、もう意図的に1対1で組んだデッキと全然違いますが、今日ってさ結構マッチング少ない時があってさ、あの抜けたくてもさ1対1になる瞬間とかあったんですよ。まあいろんな人とあったりして、ね、まあね、2人の秘密の滅界部屋で対戦した時もあったんですけど、別にその創作しとるわけじゃないんだけど、そういう時にね、こう遭遇して思ったんだけどさ、嫌にね、勝っとるよなと思ってね、このデッキやったんですよ。別に弱くはないですよ、普通に火力とか出せるしさ。ただ最後はあの遅延がさ、全員おるとさ、いや5人でやるとさ、めちゃくちゃタイミングがバッチリっていうわけに合わせにくかったんかな。だけどさ、結構勝っとるんですよ。で、ランクとかさ、レートとかまあまあ多いんですよ。わかるでしょ、言いたいこと、うん、そういうことなんですよ。その時に私遭遇したからね、で気づいたんですよ。いや、おせえがっていうことなんですけど、強いよなと思って、やりにくいよね結構ね。最後ただ別に22だったら蘇生でもいいかなっていうところで、それ本当にその目的にしとるんだったらね、うん、だからそういうところは多少あるんじゃないかなと今日特に本当思った。なんかマッチングしにくいとこがあってさ、最後22ぐらいになってさ、他2人ぐらいフレンドさんとかとちょっとやっぱなんか嫌だからね。フレンドさんじゃなくても嫉妬人とかでも嫌だからね。嫌ってことないけどさ、あんまりでしょ、あの5人目的で組んだデッキと1人目的で組んだデッキと明らかに違うからさ、当たり前だけどみんな5人で目的で組むからさ、サポートとかにしてもさ、まあ、ちょっとあれかなと思って、なるべくやめるようにしたんですけど、入っちゃう時とか、入っちゃうとか抜けれんくなっちゃう時とかあるんですよ。で、気づいたかなという話、ただそれだけでございます。私の勘が合っとるかどうかです。そして、まあそんな話として聞いてくださいなということで、ここまでいったか。これか。竹島入れるとまあ確かに耐久は稼げるかだどうかだと、要はあれですよ、4枠を動かすためですよ。どうかなっていうとこですけど、エゾナーサンパワーはでも確かに、いやイベ補正あるだけあって強いで、普通に一発だ打つだけあって、あそこ楽にできるね。完全に何あそこのマイナーグーダのところを粉砕できるってわけじゃないけど、かなりのサポートにはなるね。でポムとかおったらあれだもんね。ただ初手がな、あれがちょっとさ打たれやすいというか、だからさ完全壁役に置いてるだけなんですけど、メルコとかのあれかなって、なんかこちょこちょ使ってあんな感じで勝って、ああま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 あ勝率的にあれかなと思ってね、向こうの方やりだしてそういうデッキに出会ったもんで浮気しだした。ちょっと待ってください、疲れた、 BGM も使わせてくださいなということで、これが昨日かなんか言ったやつかな。いや確かにこれゴスルール動きましたよ、普通にハンザーとあれも動きましたよ。火力が出せんとこがさちょっとかなと思って、今日結構さ火力シフトじゃないけどコストに余裕があるからさね、っていうとこがちょっとあれかなっていうとこ、味方から出てきてくれるといいんですけどね、火力ソースとかあるといいんだけど、リーダーとかで使うと意外にいいかなと思うんですけど、もうちょいコストきつい時とかちょっと緩めん時のがあれかなと思うんですけどね。これだとコストがあるもんね、逆にあれゴスロリ使わずにさ、あのエスナーさん使えばいいがとかいう話は抜きにしてくださいね。それは抜きにしてください、ね、抜きにしてください、ね、うん、
これが逆にしたやつか。これでもやったんですよ。やったけどなんか微妙にあれなんかか、あそうか初手だなと思ってひっくり返したが違う。ウサが結構多かったのその時なんか。ウサ打てんのですよ、いつなさんが。確定取れんのですよ。だからこいつ2発は吸えるんですよ、地味に。だからそういう意味でコスト50使ってもどうかなっていう意味で初手に回したんですよ。まあでもさっきのザマじゃね、ただちょっと夜はあれかなと思った。朝の感じは別に思わんかったけど、向こうのデッキやってる感じだと、こっちのデッキあのまま持ってて果たしていいんかなと思って。で、あ、これそのままか。なんか映したりしてるあるか。ちょっと待ってよ。これがまああれだろうね。普通にイベユル使ってっていうとこだね。ただこれもめっちゃ安定して動くってわけじゃない。別に小町につなげたいっていうわけじゃなくてさ、スキル発動させるなら。だったらこれあれだね、あの江戸田さん2に回してさ、でコスト13であと14避ける27か27でなんか初手入れるとか考えた方がまだあれだね、スキルは全部使えるよね。うん、そっちの方がどうかなとかありますけどね。そう、これで結局こうやって並べるとさ、江戸田さんを2枠でもいいけどさ、江戸田さんとワンワンをか並べると、並べて後ろ何全体攻撃と小町入れると大体どんなの30近くぐらい余るかな。これが30に使えてあれ入れたら完璧だと思うんですよ。これこれおかえこおかえこ、これこれなら風変異で体力5000あるからまあ信用しておけるかなって。入れれるといいんですけど、これがここを何魚のままで下げてもここ入らんんですよ、ギリギリ。そこでちょっとあれかなと思って、こう、これが入ったら最高だったら、多分それでいったと思う。なんで、まあ、50% 耐えじゃないけどさ、なんとか1ターンみたいな。セルフ蘇生を入れたらさすがにあの火力とかないし、ただ蘇生させるだけっていうだけだから、微妙だった。やっぱり、火力でんとね、素直にあれだわね、マイナー使った方がいいってなりますしね。大元でも別にいいんじゃないかなって。まこちゃんよりむしろ大ボットの方がさ、ね、さっき向こうそうでしたがね、体力多いしさ、別に発動できなくても、まあね、そんな仕事できんわけじゃないけど、まこちゃんと完全にあれだもんね、リーダーだけコントロールされて、スキルターン間に合う方は沈没したけどさ、これだったらまだなんとかあれだもんね。だからあれなんだろうな。信頼性は高いって高いんだろうな、こっちの方が。そんな感じの、だって構成でしたので、ね、うさで叩き落として。買っとるんだから絶対あれだろうね。で、小町でね、っていうとこはそっちの方が良かったのかな、なんか、叩き落としたのが逆に、結果的に。そういう意味で、ウサが多かった意味で、エトナさんを初手に回したんですよ。ただ、あんだけほじくられたらあれだろうね。まあ、ほじくられるよな。絶対ほじくられるよな。まあ、そんな感じでございました、ということで。あ、わかった。ちょっとタイム。最後に、明日の、ちょっと待って、レギュレーション見るわ。あれいくつだった？ちょっと待ってくださいよ。どういうかなんか見るもんないか。いや、これでブラウザ開くとさ、わかるでしょ。わかるでしょ、言いたいことわかるでしょ。変なもん開いたらさ、めんどくさいじゃん。ね。ちょっと待ってください、ちょっと待ってくださいね。明日いくつだった？いくつだったってこんなもんでなんかこれあるから、何これ、何これ、これ。これなんかそんなようなデッキじゃないの？ちょっと待ってくださいよ。明日いくつだった？ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待って、どっか見れんかな。ちょっと待ってください。ちょっと待って。なんかないかな。なんか見れるのないかな。ちょっと待ってくださいよ。なんかない。なんか他のパソコンとか動かさずにさ、見るものないかな。なんかないかな。ちょっと待ってください。100いくつだった？ちょっと待ってくださいよ。タイム、ちょっとタイム。待ってくださいよ。166、引かず166、分かりましたということで、これ何を考えたんだね。これ違うよね、多分。引かずは引かずだけど、166か。ちょっとタイム。いや、そんなもんこれ、とりあえず組むわな、ちょっと待ってよ、そんなもん。わかるでしょ、そんなこと。そんなことはわかるでしょう。とりあえず。
とりあえずちょっと待って、あれ間違えた、朝の挨拶だよねこれね。待ってくださいよ、だんだんでもなんかこのカット系増えてきたよね、なんかゲームとしての趣旨どうかなって、ちょっとあれだよね、ズレズレ感はありますよ。なんでお前あんなあれだの、大阪ピオいっぱい持っとんの、素材だろう、裏ボス作りたいでしょ、待ってくださいよ、待ってくださいよ、明日風できた方がいいな、水できたらあれだろ、裏かかれるだろう、都なんか絶対風の方がやりやすいよね、166結構余裕あるね、こんなんでもハマるの、いや楽勝じゃない、これ166個、うん、なんかとりあえずこんな風に作っときますわ、動くかどうか別として、ただ風の方が絶対いいと思うんだけどな、あ風の方がいいと思う、私水はみんなやると思う、多分その顔を信じますよ。書店とか美恵子さん使ってもなんかいいかななんて思っちゃったりするんですけど、あれもでも使い方難しいですよね、結構ね。まこちゃんと一緒で、あの二者択一じゃ、択一じゃないけど滑舌悪いね、判断をね求められますよね。あれどこ行ったおっさん、あれ、あそうか、あいつ水か、教祖様水だでおらんだ、じゃダメだダメだ、じゃあ水で行くしかねえんだ、火もダメだな、火も水使えんもんな、ダメだね、これで行くしかないんだ、選択肢が。そうか、あともう一個待ってくださいよ、ちょっと待ってくださいよ、プーさんのね、待ってくださいね、ちょっとこれ試してみたい思っとった、あれ色変色変、左でおるよな、あれどこ行った、あれ探してんすよ、変化変化、あれどこ行った、3だよねあれって、あれ風変するやつ、あれどこ行った、ちょっと待って、これだけしかおらん、あれ2だったかあいつ、あそう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 、で22、ちょっと待って、蘇生蘇生蘇生、なんかお腹減ってきたな、なんか腹減った、蘇生蘇生、そうあれどこ行った、あれ4か4か、あれ4か、ちょっと待って、あ育ってないこれ、まあいいわ、で166結構使えるね、結構使えるね、あ、だったらもう確定、こんなのこれ166か、だったら200にする、エソナさんまだあれなんだ、8使えるんだ、結構使えるね、これこんなやつ置いとくか、とりあえず166、うん、こんなやつ置いとくわ、とりあえず、それから秘密でしょう、待ってくださいよ、電撃をかけたい、電撃をかけたい、ちょっと待って、何色でいった方がいいだろう、風でいかなかんであるか、風でつなぎたいな、みかんないんか、水しかつなげんか、あ、そうか、じゃこうしといて、やっとこは食らうよな、秘密とかないのか、秘密とかないか、だったら、あ、そうか、あれも使えんか、あ、そうかそうか、あれも使えんか、ちーちゃんまで入れるもんな、おっさんで殴ってく？まあいいやろ。明日遅延タイミングかな？ 166 か。これで15？ コックスでいいんじゃない？
とりあえずコックス160ぴったりだね。でそれから待ってくださいね、3のおちおち構成作りたい。4で4、で初手はもう完全火力で打ってかなあかんで、エトナさんが打てないんでしょこれ。要はそういうことだね。水いかなあかんけど、これベルサイで打てんもんな確か。エトナさん打たなあかんのか。風で打てんだろ、7500で東海だもんね。あかんね、水使えん。だったらあれか、あ、おちおち構成難しいんだこれ作るの。いやこれ打てんわ全部。なんかあれで使わな無理だよね、ここのあのカット系、こうやって使うの無理だよね多分な。完全に私はエトナさん標的に思っとんですけど、でもこれ火に変えられたら詰むでな絶対に。そっちにした方が多分いいだろうね。エトナさんを作った方がいいやつなんだなこれ。だったらまさかどうのか入れれんもんな、そんなの無理だもんな。ホスト的に打てない。エトナさん完全7500等倍。あ、そうか、落ち落ち構成無理なんだ。それ参ったね。あ、だったらこれ作りやりにくいな多分。そうか、コスト割いて受けるかなと思ったけど、ああそういうことか。初手叩き落とすやつじゃないとダメなんだよなこれ。エズナさん絶対出てくると思うんですけど、ベギンで叩けんよな。分が悪いもんな秘密には。参ったねこれ、ちょっと参った。うわこれ保留だわ。まあいや、ちょっと適当に入れとく。だったらうん、とりあえず入れとこう。とりあえずちょっと、おちおち構成で。さあ、2枠、色変えた方がいいでしょ、こんなもん、絶対。2枠は、すいませんよ。変えといて、田島入るか？田島。あー、3多い。じゃあ、初手割れか。しゃあない。41、3を、あ、ぴったり余る。これ、あ、OK、OK。これ作っといて、あと1個。これ、この前思ったんですけどさ、バターレオルから水変で繋いだらダメだよね。これ、ここ。遅延を避けるためにさ、って思ったんですけどさ、これダメだよね。絶対に。蘇生、ちょっと待ってくださいよ。これダメだよね、バタール引っかかるもんねこれ。まあでもこれ明日もあれじゃないの、なんかイビルンとかそんなのとか多分いいんじゃないかな。早くなるかな、どうだろう。あ、忘れとった忘れとった、朝の挨拶忘れとった。おはようの挨拶しなあかん、これは忘れとった忘れとった。これ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 忘れていました、ちょっと待ってくださいよ。兄、何皮を入れた方がいいだろう。火だとあれか。火の皮なんてないもんな、これ。目の向入れたかっただけだかんな、これ。風割れか。兄もなんか火の皮みたいなやつ入れたいね、これね。そんなもんないか。なんか2枠面白そうだな。もうパレンケだわな。パレンケで1個だったら。そういう人ないもんね。回復させるそれか。パレンケとりあえず置いとこう。絶対やりにくいはずだね。パレンケ、パレンケとして。かばうかばう。そして。あー、はばくまでできんか。これできんわ。できんのだ。
あーこれ明日やりにくい。作れんのかこの構成。サマコなんか工夫しなあかんな。これで、こう置いといて、待ってくださいよ。パレンケどこ行った？あ、まだ余るね。3028か。ここをはばきにしたいんだけど、28か37か。まあとりあえずこれであれか、見てみるか様子を。うん、こんな感じって考えてでございます。今日音どうでしょうこれ。いやすごいちょっと寒くなってきたけど、扇風機つけながらやってますけど、なんとかあれかなということで、まあそんな感じでとりあえずで見えないような感じにできてたんですけど、こんな感じだったんだけど、まあ変えた方が良かったよねまあね、18の11 ね、まあそんな感じでございましたので、とりあえず明日どうでしょう。リビルンがいけるかどうか、そこのあれだろうね。あんま腰据えるようにちょっとでも加点勝ったらリビルン捨てて、多分他の道探した方がいいと思うし、秘密をなんとかあれなんですよね。秘密、日風か、日風はいいわ、秘密だな。あ、日風だって別にいいか、バターで寄るわけじゃないか、まあ、とりあえずちょっと明日またやってみるでございます。結局あれだろうね、またおちおち構成で遊んどんなんで、うん、まあ対戦にはいろんなネタが、ね、落ちてるんで、皆さんのデッキ見るとね、どうしてもね追いかけたくなるんでね、まあ、そんな感じで明日も遊んでみるでございましたので、はい、ということで、そんな感じで終わり。